ブラインドサッカーと出会ったのが本当180度大きく変わった体験でして、全盲で監督になったっていうのは日本初ですね。松本市サッカー場、一人で初めてのとこ行くのが好きなんですね。正しいルート上にいます。あ、自分がこの道合ってるんだっていうのはすごく安心したなっていうのは、大冒険してる感覚で、いかにその見えない人生を楽しめるかどうかっていうのは、テーマだと僕は思っていて、